成分魚羽衣、ろも、成分魚、成分魚は、金魚の一品種である。名前の通り、青っぽい灰色の体色が特徴。頭部の肉流が発達するものとしないものとがある。鮮やかな体色ではないが、青っぽい灰色の,色の体色の渋みのある金魚である。名前は、その体色より、成分魚、成分魚と命名された。英名は、ブルーオランダ。中国語では、 イ分魚と呼ばれる。分魚とは魚を上から見た時の形を指す。従来の日本の金魚には見られなかった青っぽい灰色の体色を持つ品種であり、日本へは単調、茶金、水泡岩、頂天岩らとともに1958年に輸入される。渋みがある体色がマニア以外には理解されず、金魚すくい以外では見かけなかった。現在では、 国内でも育成が増えており、店頭でも見かける回数が増えた。作出過程は不明であるが、一説によれば、黒デメキンとオランダシシガッシラの後輩により生まれた、青っぽい灰色の個体を育成した、説、オランダシシガッシラの突然変異の説がある。体型に関しては、長手のオランダシシガッシラ型、高藤成分、まるでのリュウキン型、バルーン成分の2タイプがある。 成長とともに退職する個体が多く、腹部の退職をした個体は、は衣、全身が退職した個体は、白王と呼ばれる。ありがとうございます。